前から食べたかった。喋ればよかったのに。じゃあ食べたいって。夜ご飯いらないからそれを食べるって。そんなにそれが食べたかったの。まず食べてみなさい。どうなの？美味しい。たらこの味。ちゃんとたらこスパゲッティなの、うん、スパオだけど、スパオって言ってもわかんねえわ。うん、ママもたまに作るじゃん、たらこスパゲッティ。うん、おあの似てる味なの。うん、いつから食べたかった。だいぶ前からか。ん、藤原にあの置いてあるのを見るたんびに食べたかった。買って、なんで買ってって喋んなかったの。買ってくれないと思ったで。思ったよりどうだ。思った通りの味。美味しい、うまい。お母さんが作るあのスパゲッティとどっち美味しいですか。考える。同じ感じ。同じ、ま、同じな感じなんだ。ああ、再現されてるんだな、スパも。うん、たらこ、あれもう一個あったよな、スパを藤原に。たらこと、たらこと何だっけ。何だっけ。なんかでもえな食べれない感じやつだよな、確かな。あんまおいしい、あのえな好きじゃねえやつだよ。お前たらこ好きなの。じゃあたらこご飯も好きなの。ちなはたらこ、たらこご飯好き？ん？たらこご飯好き？うん、これ。ネミエ？ネミエ？テレビ近いよ、レミエ。離れてみて。レミエ。レミエ。離れないとチャンネル変えるよ。飲み物は？ん？飲み物は？水も作るわ。飲み物ねばむつぐねえか、それむついでしょ。え、大丈夫だよ。大丈夫なの。まあ一応水持ってくる。ちょっとパパお湯切るの。完璧じゃなかったの。下さちょっと、うん、まあ、それ毎日それ食べるんじゃない。うん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 、本当に。本当にママ作るご飯よりこれ毎日食べた方がいいの。ママも悲しむぞ。なんで。嫌いなものはいっぱいあるから。ん、お前好き嫌い多いもんね。毎日好きなものを食べていたいのか。じゃあ毎日あのたらこスパゲッティにあのトマトのっけて食べればいいじゃん。たらこスパゲッティとトマトだったら食べれんじゃねえの。トマト、たらこスパゲッティにトマトのっかってたらどうする。嫌だ。食べないの、タラコスパゲッティ。もったいないな。え、違う、トマトだけ寄せる。じゃあトマト我慢して食べたら、食べた後にタラコスパゲッティ食べれるっていう感じだったらどうする。トマト丸ごと1個だよ、あれ1個だよ。うん。何嫌いなのトマト。それ最後のそのつゆ飲むんだわ。やばい。この世の中で一番好きなもん何。ハンバーグ。バーもな。結局ハンバーグ、ハンバーグママたまに作るじゃねえか。、うん、チーズインの、あ、チーズインハンバーグな。うん、チーズも大好き。
チーズの次にタラゴが、タラゴスパゲッティ、うん、の次にオムライス、うん、じゃなくてオムレツ。レミエ、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 チナ、レミエ美味しかったってよ。あ、レミエ、ええな美味しかったってよ、これ。なんなんだよ。テレビ離れてみなさいって。2メートル離れなさい。2メートル、2メートル、レミエ、2メートル、2メートル、2メートル離れて、チナも。1メートルでこのくらいだ、うん、2メートルこのくらいだ、ここ、えらくらい、ここ。そして、ほんとに、お前何食べてんの？レミ。レミ。ほんと納豆巻き好きだよな、うん。納豆巻きとドラえもんどっち好き？あれ？おじさん？完全に夢中じゃねえか。